皆さんおはようございます。マーティンダード白雲キングタケです。今日は名作を音読したいと思います。マカの創始はご存知でしょうか。これね、気持ちを込めて読みます。マカの創始、清少納言。春は明けぼの、よーよー白くなりゆき山には、少し明かりて、紫立ちある雲の、細くたなびきたる。夏は夜、月の頃はさらなり、闇もなお、ホタルの多く飛び違いたる。また、一つ二つなど、ほのかのうち光って行くもおかし、雨など降るもおかし、秋は夕暮れ、夕日のさして山の灰と地高なりたるに、カラスの寝床へ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど、飛び急ぐさえ哀れなり、巻いて仮などのつねあねたるが、糸小さく見えるは糸おかし、ひり果てて、風の音、虫の音など、はた言うべきにあらず。冬は勤めて、雪の降りたるは言うべきにもあらず、霜の糸白きも、またさらいでも糸寒きに、火など磯に起こして、炭もて渡るも、糸月月し、昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、日よけの日も白き灰がちになりてわろうし。こういう平安時代の音読もいいですね。以上です。バイバイ。